Thank you, Trailer Told. Let's start now.皆さんこんにちは、プロデューサーの森本です。はい、ディレクターの村井です。まあ、先日、発表させていただきましたデッドライジングデラックスリマスター、まあ、大きな反響はありましたね。そうですね、はい、期待の声でしたり、戸惑いの声でした。戸惑い、はい、まあね、不安の声でした、ね、はい、ありましたね。いろんなお声いただいて、はい、どれも本当にありがとうございます、はい、ありがとうございます。不安の声はちょっと嫌です、はい、戸惑いというか、ね、はい、まあ、デッドライジングっていうゲーム自体が18年前に出たゲームっていうこともあって、はい、2006年ですね、はいはい。まあ、なので、まあ、今日はデラックスリマスターで、まあ、どう変わったのみたいなところを、まあ、実機交えながらプレイして、はいはい、ね、ちょっとディレクターのプレイも交えながら、はい、紹介をねしていければと思います。で、はい、まあ、今回初めて皆様にお見せできる要素っていうのもございますので、うん、まあ、そこを含めて楽しんでいただければと思います。はい、じゃあ早速始めていきましょうか。はい、じゃあいきましょうか。はい、ではどうぞ。時計を見てみられたら分かるんですけども、まあ、時間が進んでいるのですけども、まあ、本当にこのゲームではリアルタイムで時間が経過していて、で今が9月19日の12時で、3日後の9月の22日の12時にこのヘリポートにいればゲームクリアっていう風なゲームになってます。まあ、それでちょっとなんていうんですか、ユーザーごとに自由に遊べるのが、自由度の高さが、そうですね、か、まあ、寛容なゲームというかっていう形になってますね。この主人公のフランク、おじさんです。で職業はジャーナリストで、フランクがなんでここに来たかっていうと、まあ、何かがこのショッピングモール、ビラメッテで起きてるぞっていうところで、まあ、特ダネを探しに来たっていうことになってます。特ダネを見つけないとここに来た意味がないっていうところなので、このショッピングモール内を探索しに行くよっていうところがこのゲームの、まあ、基本的なプレイヤーの目的になりますね。というところで、まあ、行ってみましょうか。この数相手には相手してられないので、ちょっと一旦逃げましょうか。やばい、ここの階段に、モール内がゾンビで埋め尽くされて、もうどうしようもない状況になってしまってます。まあ、今回グラフィック大幅に進化したっていうふうに言ってますけども、はい、なんか表情とかもかなりなんか豊かになっているように見えるんですけど、その辺も手入れてるんです。はい、表情については今回新たに、フェイシャルをキャプチャーした上で作り直してて、まあ、より表情豊かな演技っていうのができるようにされるようになってますね。表情からも細かい心情を読み取れるようになってます。そうですね。As long as those things are in the mall。対応言語も今回かなり増えてますよね。そうですね。オリジナルは英語1言語だけだったんですけども、今回は9言語に対応してますね。ボイスが9言語。そうですね。とテキストが14言語。オリジナルとここあたりはテキストだけだったんですけども、今回はフルボイス化を行ってますんで、まあ、ちょっと違った感じで楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますね。まあ、テキストで表現されてたところも全部フルボイス化されてる。はい、このオティスにも、ボイスが実装されてまして、まあ、こういうやつだったんだなっていうのがちょっと読み取れるようになってるんじゃないかなと思います。結構ね、落ち着いた声で安心できるような感じがしますね。ショッピングモールのメインエリアのパラダイスプラザにやってきましたね。ここもかなり雰囲気変わりましたね。南国というか、海沿いの感じっていうのをイメージして、まあ、新しくデザインを枯れ直してますね。ああいう風にクラゲとかもあります、ね。うんうんうん、まあ、こういう風にいろんな店があります。まあ、
看板とかもあります。とりあえず殴りましょう。そこら辺に落ちているものは何でも拾って攻撃できるっていうのがこのゲームの大きな特徴ですね。まあ、ただこれが便利かどうかはバタで続いてるところで使えるかどうかは、まあ、そうですね、まあ、拾ってみては使ってみてで これを楽しんでいただければとは思いますね。まあ、もちろんこの殴ることもできますし、こういうふうに構えたらぶん投げることもできます。ちょっと大人なフランクにぴったりの見せ書き。ちょっとここはどんな服にありますかね。あ、いいですね、うん、フランクもウキウキですね。上着が着替えなのかな。まあ、上下体の全身が、うん、まあ、フォーマルな形に変わりましたね。まあ、他の店とかもどん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 見ていきましょうか。あ、ここはなんと、あ、いいですね、サングラスに変わりましたね。まあ、こういうふうに本当に自分の好きな衣装っていうところを、まあ、どん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 探して、着替えていくっていうのも全然自由ですね。まあ、例えばこういう、そうですね、マスクとかもこういうふうにかぶせられますんで、まあ、めちゃめちゃ怖いゾンビもね、こうしてしまえばもう可愛いもんです。画面いっぱいにこう絵出したいなみたいなお客さん、はい、とかあのユーザーの声みたいなのもあったんですけど、はい、この UI とかも消せは、あ、まあ、そこはオプションなどから時間経過で消えるように設定できますので、気にかれるユーザーの方はこういったところの設定はしていただけたらと思います。自分好みで、そうですね、使いやすいように、はい、ちょっとこれ、チェーンソーがやばい映像になりそうなんで、一旦ハンマーとかで取り直していいですかね。まあ、いいですよ。まあ、別にモザイクするんで大丈夫ですよ。そうです。オリジナルですと、もう一回いきます。まあ、これも大概 えぐい映像ですけど。まあ、そうです。そう、ちょっと不安な人に、うん、何でもいい。編集を、うん。オリジナルですと、こういう壊れるまで、アイテム状態というのが分からなかったので、うん、まあ、いつ壊れるか分かりづらかったみたいなね。そこの分かりづらさとかがあったんですけども、今回では耐久値を表示するようにして、うん、まあ、アイテム状態というのがより分かりやすくなったかなと思いますね。よくね、武器こう使ってて連打してたら横の武器使っちゃってみたいな、そうですね、暴発みたいなのがありましたもんね。オーライト。まあ、こういうゾンビパニックでならず者とかもいますね。あれ？曲が変わってないぞ、うん、あ、すいません、うん、はい。まあ、ここの、レジャーパークでこう皆さん何回も何回も通るので聞きなじみのある音楽流れてないなと思うんですけど、ネットでのこうゲーム実況用の配信設定っていうのをオンにしてます。なので配信、ネットで配信されるゲーム実況とかされる方とかはこの設定オンにしていただくのがおすすめの設定になってます。まあ、もちろんオリジナルで入ってたライセンス楽曲っていうのはそのまま収録はされているので、普通に遊ぶ方はその設定オフにしていただければ特徴的な音楽流れるようになってますので、そこはご安心いただければいいんじゃないかなと。今回追加された機能として、めっちゃ死んでる今回追加された機能としてクローゼットっていうのがあります、フランクが、今までショッピングモード内で着替えたことがある服っていうところが、まあ、ここに表示されてまして、まあ、いつでも着替えられるようになってます。でもう一つが、こちらのオリジナル版のフランクの見た目に変更するものですね。やっぱりオリジナル版の見た目が、やっぱり気に入っているっていう方もおられるでしょうか。こういったところも、楽しんでいただけるように用意化していただいています。でこちらは、まあ、知る人ぞ知るといいますか、このショッピングモールのマスコットとなっている蜂のキャラクターの着ぐるみです、うん、実はね
いろんなところにいるはいるんですよね。はい、これを今回あのコスチュームとしてやってみたらどうかなっていうところずつ書かせてます。こういう、ね、まあ、あの動くたびにあの羽とかお尻がフリフリ動いて結構ファンシーな感じが。走ってる時のお尻フリフリがすごい可愛いんですよね。そうですめちゃくちゃ耳というか触覚っていうんですか、あれ出てます、引き抜けてます。はい、ということでプレイの方いかがだったでしょうか。あのデッドライジング、デラックスリマスターなんですけども、はい、あのパッケージ版の発売日が、11月8日の金曜日にあの決定いたしました。はい、まあ、ダウンロード版と、離れての発売にはなるんですけども、あのダウンロード版パッケージ版お好きな方購入いただいて、あのどちらもあの応援していただければなと、はいはい、思っております。はい、まあ、あのこれからもあのデッドライジングデラックスリマスターの情報もあのお伝えをしていきますので、はいはい、引き続き、よろしくお願いできればと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、では本日はありがとうございました。ありがとうございました。